クイーン・ラティファはアメリカ合衆国ニュージャージー州出身のラッパー、歌手、女優である。身長178センチメートル。ニュージャージー州ニューアーク生まれ。母親は高校教師、父親は警察官であった。10歳の時に両親は離婚。高校時代は背の高さを生かしてバスケットボール選手として活躍。また、 学校でミュージカルの舞台にも立っていた。1989年にアルバム、オール・ヘール・ザ・クイーンでデビューしたラップ歌手。女性ラッパーの第一人者として知られている。ヒップホップにハウス、レゲエを柔軟に取り入れた音楽性と毅然とした姿勢で人気を集めた。デラ・ソウル、ア・トライブ・コールド・クエスト、ジャングル・ブラザーズと共にヒップホップグループクランネイティブ。 単を結成している。1994年のアルバム、ブラックレインでは、グラミー賞も受賞した。もともとラップも歌もこなすスタイルだったが、1990年代後半からは、ヒップホップからは距離を置き、R&B 歌手として活動している。女優としても活躍しており、2002年の映画、シカゴでは、アカデミー賞、英国アカデミー賞、ゴールデングローブ賞にノミネートされた。 2003年にベッドアワード最優秀女優賞を受賞している。ありがとうございます。